では今からが本番です。わおわお、痛い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 、これが痛いけど気持ちいいぐらいの強さ。はい、痛い、ね、痛いって言ったでしょ。ああ痛い、あここまで痛いと思った。でもこれが楽になるんですか。これ楽になっていかれますよ、ね、うん。強くもできるから言ってくださいね。はい、あああ、でも気持ちいいね。気持ちいいですね、うん、痛いけど最初びっくりしたけどということは当店のお客さんだっていう感じですね。あ、そうですか。はい、そこが痛い。ここ痛いですね。ここ。ああ。つきました。ああ、気持ちいい。ああ。はあ。ああ、気持ちいい。言ったら痛くするんですか？いや、別にこれじゃ強くしても仕方がないので。そうなんですか。はあ。まだまだ強くもできるんですけど、いや、いいです、いいです。これぐらいでいいでしょ、ちょうど。ちょうどいいです。はい。はい、かしこしますよ。そうそうそう、ここ。おぉ。おぉ。ああ、でも気持ちいいです。ですね。うん。おぉ。痛がらない人いますよね。ですね、うん、痛がらない人もいれば、叫んでる人もいれば、うん、笑ってる人もいれば、ね、やっぱ 3パターンぐらいですね、うん、よいしょ、足を入れますよ。痛い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 、ここってリンパですよね。リンパですね。ね。痛い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 。めっちゃ痛い。ああ。ああ。これでも火曜日アロママッサージ。はい、え、これ行ったんですか。行ったんですよ。そう。おお。いいえ。はい、では反対マッサージいきますよ。ああ。最初はやっぱり痛い。おお。どうしようか。どうしようかね。おお。そんな声聞くことはまずないからね、接骨院行っても。あ、そうなんですか。そんなにきつく揉んでくれへんもんな。そうそう、まあ、先生な。ああ、最近ね、時代の流れで強くする店減ってますからね。ああ、そうだね。ああ。最初は痛いねんけど、慣れてくる、ほぐれてきたら、おお、そこが痛い、おお、ほぐれてきたら気持ちいい、おお、あー、気持ちいい、気持ちいいけど痛い、痛いけど気持ちいい、痛いけど気持ちいい、あー、そういうもんでございます、あー、あー。気持ちいい。忙しいわ。ね。まあでも、ああ、ね、ああ、足はもう当たるわ。ああ、そうですか。もうとてもじゃないけど、もう凝ってる割に痛がりやから。ああ、接骨院でも痛がりやから。ああ、そうなんですね。もう無理や。ああ、こんな硬いですね。ああ、ああ。ああ、気持ちいい。
よ。結局うちの店はこれで受けられて、はい、痛くて耐えられなかった二度と来ないとか、あまた来るかね、また来るかハマるかどっちかなんですね。私ハマりそうやな。そう、うん、まあ場所分かったから来やすい。そう、来やすい、来やすい。いや、だったら駅前山越えしたらね。ああ、はいはい。40分ぐらい。あ、そんなもんで。うん。そっちのリンパはあんまり痛くない。あ、本当ですね。うん。それでも体すっきりすると思うわ。では太ももね。ああ。ね、痛かったりとかするとね、笑っちゃうんですよね。ね、YouTube の動画の人たちはみんな、あ、そうだったんだっていうのよくわかるでしょ。一番遠い人今はね、香港。香港から YouTube 見て、YouTube 見て、日本に帰国された時についでに来られるみたいな。ああ。で、山形とかでしょ。私最初ね、なんで知ったかって言って、ネッコリトリかなんかそういう動画を見てて、はいはい、ネッコトリさんかなんかありますね。はい、うん、聞きます、聞きます。そっからここの生態、はい、がなんか同じような動画で、あ、アップされてきたんですね。アップされてきた。なるほど。ここ。うー。ああ。ああ。ああ。それ硬いですね。これ硬いね。なんで？この辺がね、やっぱね、腰とかにね、が悪いとここが硬くなるんですね。ちなみにこの手は逃がさないためなんですからね。逃げられないタイプの方と思うので大丈夫と思いますが。あ、これこれ、ね、ああ、でもだいぶ楽、いや、ちょっと柔らかくなってきましたね。なってきましたね。自分でわかる。わかります、うん。そういうマニアックな人は当店のお客さん。マニアックっていうことなんやね。そのそう、自分の体がこう柔らかくなってる。わかる。わかる。そういう人は先生こそこ、ああ、それそれそれ、そう、うん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 、みたいな、ね。人しか来なくていいんですよ、うちの店は。脂肪もあるんでしょうね。脂肪が冷えてる。脂肪が冷えてるっていうのもあるし、まあ、でも筋肉の中にやっぱり汚れが溜まってるって感じですよね。 あとリンパとかね。リンパね。ああ。1週間3回ぐらいリンパを流しに行ってるんですけど。 それでこれですか、うん。力入れてないんでしょうね。うん、多分ね。もう硬すぎて。硬すぎて。で、そういう時これぐらいの硬さの人だったら月1じゃん、あれですか、2週間に1遍ぐらい。2週間に1遍か、まあそのお金が許す限りって感じじゃないですか。来た方がいい。うん、まあ2週間に1回ずつ来られたらまあまあ楽になられますよ。そうですか。うん、どれぐらい続くんやろ。3回ぐらい続けられたら。3ヶ月？3回。あ、2週間に1回、まあ
6週間来たらいいことでね、うん、まあ、とりあえず3回ぐらい来店されるとだいぶ、うん、体マシになっていきます。今度ちょっと感覚が空くんで、ね、でそれで一瞬あの 楽な状態がどれくらい続くかによって、今日受けられて体楽で2週間ぐらい持って、うん、あそろそろしなくなってきたなぐらいの時にもう一回来られてっていう、うん、を続けていかれたらだいぶ楽になります、うん、ほんで1回目より2回目の方が安いんですよね、はい、うん、あの初回がうちは高いですから、ねえ、はい、ほんで通いやすいよね。でも2回3回でもそうね、うん、あのだからうちはね、あの覚悟決めた人しか来てほしくないので初回高くしてるんですよ。